はい、どうもゆうです。今回はですね、今話題の4132の方を紹介していきたいと思います。4132で、守備スタイルバランス、幅37、深さ70で、ここはちょっと結構今いじったりしてます。30、40であったりとか。まあね、この数字ですね。で、ここも、ビルドアップバランスダイレクトにしてるんですけど、ロングパスであったりとか、いろいろちょっと試してるところですね。で、ここも今62にしてるんですけど、もともとが、37の、7でやってました。ただそうした時に本当に上がりすぎてカウンターガバガバになっちゃったんで、今はまあ、侵入は4にして、ここを幅を60に保ってます。はい。で、先週なんですけど、まあこんな感じになってて、ちょっとまあ前目の選手が多いですね。で、指示なんですけど、まあ、真ん中2枚は、片側強いとどまりになってて、ここ、サイドカバー。まあ、442の形を作りに行くっていう感じですね。ここは、他の方の参考にさせてもらってます。指示に関しては。で、ここもこういう位置に上がる、ね、中央カバーとなってます。で、ここはディフェンス戻る、中へ切り込む、裏へ抜け、クロスに合わせる、なんですけど、ここも積極的に上がらないにして、まあ、以前紹介した442に近いフォーメーションもありかなと思います、正直。はい。まあ、ここは今一旦裏へ抜けるにしてるんですけど、詰まるときにはやっぱりここを積極的に上がらないもありかなと思います。で、両サイドが、デフォルトですね。今ちょっとこれ気になってましたけど、デフォルトで、やってるという感じです。はい。で、まあ、ここはまあ積極的に上がらない中央カバーにしてます。で、まあ、この後ですね、試合シーンも流すんですけど、負けてるシーンとかですね、あとまあ初期で結構使ったんですけど、やっぱりちょっと前すぎて、失点が止まらない時もあったんで、負けてる時に枚数こう前にかけたいなっていう時に、このフォーメーションをして、逆転勝利っていうのが2回ほどありました。そのシーンピックアップして、この後流すんですけど、まあ、5-2のシーンからですね、逆転したりとか、あとは、3-2延長戦からの2発点取ってっていうのもあったので、まあ、その辺も含めて試合見ながらちょっと話していけたらなと思います。はい。この後ですね、試合動画見ながら喋っていきます。はい。実際の試合見ながらですね、4132の方を解説していきたいと思います。まあ、この試合ですね、もう5対2で結構やばい状態になってる状態からの試合ですね。まあ、51分ってことで、まあまあまだ後半としては時間はあるんですけど、ちょっと点取りに行かないといけないなっていうところで、モドリッチを、まあ、アンカーで、ジョネントちょっと前目に置いてます。で、まあ、ここが強いですね。やっぱ縦突破からの。まあ、中見てもらっても分かるように同数になるんですよね。まあ、ただやっぱこのカウンターっていうのがやっぱ難しくて、まあ、ただここでダッシュチャンスも入れてたのかな。まあ、負けてる時はまあダッシュチャンスプレスとか入れたりするんですけど、まあ、そういった部分での前へのかけて、この感じですね。まあ、このプレスもガンガンいくと。で、ちょっとまあ慌ててはいるんですけど、ここはもったいないですね。サイドに一回逃げてもよかったかなと思うんで。まあ、今のところで失ったりとかやったら、まあ、まだ後ろ守備がいるんで、まあ、これ1点と、交代3。残りまあ35分ですね。35分で、まあ、どうやって点取っていこうかなってところで、まあ、ここ、初っ端は前からのプレスですね、また。で、まあ、こう見てもらってもわかるように、後ろに一応ある程度枚数は作れるんで、まあ、44ブロックは正直作れるかなっていうとこですね。まあ、ただこの試合、確かビニシウスにですね、もうガンガン縦行かれすぎて、めっちゃ失点したんですけど、もうここももうプレスにとりあえず行くと。で、取って、で、まあ、サイドバック上げて、今の危なかったですね。まあ、ただまあ、抜けれてたら、損からのサイド手を使ってっていう形にはできたかなと思います。これまあ、両サイドバック上げるんで、攻撃の厚みっていうのは本当にすごいですね。負けてる時とか、まあ、初っ端持っていくのもありかもしれないですね。初めに、試合の展開持っていってしまうという部分で言っても、初回から使うのありかなと。で、まあ、あんまりちょっと上がりすぎるの気になるんだったら、まあ、両サイドバック、こういう位置に上がらないでもいいと思うんで、こことかですね、やっぱビニシウスは結構ここの試合結構きつくてですね、苦戦してたっていう部分はありました。やっぱり両サイド足速い選手が残ってるんであれば、こういう位置に上がらないとかでもいいかもしれないですね。ここも危ないシーンですね。ただまあ普段、まあ、予測発動して取ると。で、モドリッチが前運ぶんやけど、今のもちょっと微妙なとこですね。もうちょっとサイド展開広くてもよかったかなと。これも危なかったですね。まあだからまあ、やっぱり、
攻撃はガンガンいかれるかなっていうところでありますね。もう今このシーンみたいにちょっと落ち着いて展開できたらいいんですけど、まあ、パスコースはいくらでもあるんで、ちょっと今ゴールシーン飛んじゃいましたね。カット位置ミスったかな。まあ、はい。まあ、ちょっとこの後のシーン見てもらえたらと思います。で、ボール取ってサイドで、もう、今のも中に切り込んだんですけど、正直サイド逃げたらいいと思います。サイド逃げてもらったら全然そこから運べると思うんで、このフォーメーション自体はやっぱり、両サイドと真ん中に厚みがあるっていうのが本当強い部分であるんで、まあ、今のとかももうちょっとですね。これがやっぱり、フォーメーション紹介してる時に言ってた裏に抜けるにしてるとどうしても裏裏になっちゃってああいうシーンになるんで、まあ、そこが気になる時とかは攻撃時に積極的に上がらないでもいいのかなと思います。まあ、今のシーンとかもちょっと慌てすぎですね。ちょっと悪いシーンも入れながら話してるんで、ここも取って、ここがカウンターですね。早い攻撃。まあ、見てもらってわかる。枚数はめちゃめちゃ有利な状態なんで、同数でも今なってるんで、ここもプレス前から行くと。で、まあ、縦クローズ抜けて、ニアと。はい、ここで同点。まあ、5-2 から危ない状態からですね。もうここもプレス行ってしまいます。もう後ろカバーいるんで、ガンガン行ったいです。まあそのための、高さ70でもあるんで、もうちょっとまあ落ち着いてもいいかもしれないですけど、まあ今のも縦抜けて、中、ドフリー。やけど、まあここもったいなかったですね。もうちょっと大事に行ってもよかったかなと。で、テオが縦入れて、クローゼ、デンベレ、クローゼ、シューキャンからのゴール。この厚みがね、多分ハマると、ほんと守備多分できないと思います。はい。5-2 からのまさかの 6-5 になるっていう。ここも、中落ち着いて、縦入れて、サイド。からの、まあ、ここもったいなかったですね。まあ、ただ、もうここももうフォーメーション変えてないです。結構攻撃はハマってるんで、もうカウンター狙いですね。もうとどめに刺しに行くぐらいの勢いでやってます。まあ、実際だったら、ファイバックとかで固めてもいいんかもしれないですけど、まあ、ここもカウンターでも相手上がってたんで、もう見てもらって分かる。枚数圧倒的です。で、まあ上がってきてたんで、ゴールと。はい。まあこんな感じで一応やれるんで、はい。またこれまた別の試合ですね。3対2で延長後半になった試合かな。このシーンとかも、まあ、メッシが縦に行って、決めされたけど外れると。まあこれももう 4-1-3-2 で最後点取りに行ってます。もう。リード取られてるんで、もうこれも厚みかけてて、まあ手をで、ここのバックパスちょっともったいなかったですね。後から見返すと。で、まあデンベレが、まあコース、まあここに入ってくるんですよね。確かこの時はラミレスが中盤に入れてたと思います。で、中で、でもマーク来なかったんで、シュート。ああまあニア、もったいないですね。まあ、ここもプレス。まあ、この前からのプレスがめちゃめちゃハマってるんですよね。まあ、ただ、ここカウンターですね。まあ、相手ちょっと慌てたんで、取って、サイド逃げて、サイドからの縦で、サイドバックを上げると。で、テオが中へ落ち着いて出して、メッシが決めると。で、同点。で、もうこのままフォーメーションこのまま行けます。まあ、変えない。変えなくて、ちょっと今、カンテ引っかかってましたけど、まあ、カンテダメですもん、だからできんことはないです。まあ、さっきみたいな、一試合みたいにモドリッチとかで、もう前ガンガン行くのもありだし、まあ、ちょっと守備的な選手で真ん中を置くのもありかなと思います。ここも縦抜けて、下げてからの縦仕掛けて、やめて、もうちょんちょんで、最後、もったいなかったですね、駆け引き。